イオンモール八千代緑が丘は千葉県八千代市に所在するショッピングセンター。東洋高速鉄道八千代緑が丘駅南口に直結している。ジャスコ八千代緑が丘店を各店舗とするイオン八千代緑が丘ショッピングセンターとして2005年4月2日に正式に開業した。投資施設はイオングループが伊東洋稼働のドミナント地域へ進出する形となっていることから 店舗周辺に住む近隣客向けを強化した営業戦略を取ることになった。そのため、比較的大規模なショッピングセンターであるが、広域からの集客を目指したリージョナルショッピングセンターではなく、コミュニティ型ショッピングセンターとして、最寄り系のテナントを集めた店舗構成となっている。各店舗のジャスコやチエ緑が丘店は2011年3月1日に、 イオングループの総合スーパーをイオンに店名統一することに伴ってイオンやちよ緑ヶ丘店に改称した2011年から進められたイオンの大型ショッピングセンターの名称のイオンモールへの統一に伴い同年11月21日にイオンやちよ緑ヶ丘ショッピングセンターからイオンモールやちよ緑ヶ丘に名称が変更された2013年11月から イオンリテールの運営していた大型ショッピングセンターをイオンモールの運営に委託することになったことに伴い同社の管理運営に移行した。なお、2007年9月4日に投資施設の所有権は野村不動産から日本リテールファンドへ売却されて移転している。開業時点ではジャスコ屋チを緑が丘店を各店舗として122の専門店が入居しており、専門店の中では スポーツオーソリティやペットシティといったイオングループの大型専門店の他に太陽家具店などが入居していた。店舗周辺の近隣客向けの営業戦略をとっているため最寄り客向けのテナントが多くなっている。各店舗の名称は先日の通り、イオン・やちよみどりがお店に変更となっている。出店テナント全店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップガイドを参照。 店舗により異なるが基本は21時まで。コロナ前は基本は22時までの営業であったが、コロナ休業、時短要請で期間限定で21時までになったが、それがそのまま通常営業時間も21時までに変更されたようである。なお、イオン直営店側は深夜0時まで営業。現在最新の営業時間の詳細は公式サイト、営業時間のご案内を参照。 ありがとうございます。